忍びマスター戦乱焔リンクは、マーベラスより配信されているスマートフォン用ゲームアプリ。2017年11月29日サービス開始。基本プレイ無料。略称は、忍マス。キャッチフレーズは、命がけで咲き誇れ。中国で、光影節というタイトルで2018年8月にリリースされた。戦乱焔シリーズでは、初となるスマートフォン向けタイトルで、プレイヤーは少女たちの先生となり、少女たちと共に、忍びマスターズの頂点である、忍びマスターを目指す。2017年8月1日に、東京都渋谷区のフォンティスビルで開催された、マーベラスハニー、パレードゲームス、戦乱焔新作発表会2017にて、制作が発表され、公式ウェブサイトと公式ツイッターが公開された。同日より、事前登録を開始。11月29日より配信が開始され、2018年11月7日に PC 版がリリースされた。開発が本格的に始まったのはサービス開始の2年ほど前で、スマホ最胸の美少女コンテンツを作り上げるという意思のもとに制作された。プロデューサーの高木健一郎は開発経緯について、スマートフォンの性能が上がってきて、綺麗なキャラを出せるようになった。好きなキャラを集めて戦う RPG 的な要素を考えたと語っている。推し装束は新規に制作されているが、条件を満たせば過去の衣装も使うことができる。国立半蔵学院、比立蛇女子学園、私塾月戦女学館、炎具連隊の4つの勢力の少女たちのもとに、忍の武術大会、忍びマスターズへの招待状が届く。忍の頂点である忍びマスターを目指して、少女たちの戦いが幕を開ける。中東部デッド・オア・アライブシリーズ2018年11月16日から11月29日まで開催されたデッド・オア・アライブエクストリーム・ヴィーナス・バケーションとのコラボにて、あやねが参戦。2019年7月18日から8月1日まで開催されたコラボ第2弾にて、マリー・ローズとほのかが参戦した。2020年9月17日から9月28日まで開催されたデッド・オア・アライブ6とのコラボにてかすみが参戦。さらにあやねの DOA6 仕様の新規カードが追加された。一期当選2019年3月18日から3月31日まで開催された一期当選とのコラボにて関羽と呂布が参戦。2020年4月17日から4月30日まで開催されたコラボ第2弾にて孫作と呂蒙、2021年4月28日から5月12日まで開催されたコラボ第3弾にて趙雲が参戦した。画廊伝説スペシャル2019年8月31日から9月13日まで開催された画廊伝説スペシャルとのコラボにて参戦。クイーンズブレード2020年2月17日から2月28日まで開催されたクイーンズブレードとのコラボにて焔と愛梨が参戦。2021年2月16日から3月1日まで開催されたコラボ第2弾にてエリナと萌静香が参戦した。ザ・キング・オブ・ファイターズ2020年7月17日から8月1日まで開催されたザ・キング・オブ・ファイターズとのコラボにて参戦。ハイスクール DD2020 年10月31日から11月12日まで開催されたハイスクール DD とのコラボにてエリアスとシュノが参戦。2021年8月31日から9月13日まで開催中のコラボ第2弾にて子猫とロスバイセが参戦した。百花繚乱サムライガールズ2021年7月16日から8月1日まで開催された百花繚乱サムライガールズとのコラボにて参戦。戦乱焔、原田瞳、北村絵里の超ニューニューラジオのタイトルで、音泉にて配信された。パーソナリティは、アスカ役の原田瞳と、炎役の北村絵里。戦乱焔、原田瞳、北村絵里のニューニューラジオのリニューアル番組。忍びマスター戦乱焔ニューリンクワールドのタイトルで配信された生放送番組。ありがとうございます。